あいつが準備。くそ、魔像の悪いチャクラは消えたはずなのに。俺にそんな感情も概念もねえよ。あれはな、世界を循環している自然エネルギーそのものだ。十尾復活までに奴らを捕らえるつもりだったんだが、意外にやるな。おい、追っ始める気だぜ。ナルト、カガシトガイってやつを渡せ。いいか、まずは距離を取ってあれの出方を見ろ。その出方に合わせて攻撃をかわし、できるだけ大きめの攻撃を食らわす。行くぞ。を止めようが無意味。この世界でもがいても勝ちはない。この世界に希望などどこにもないと申し入れる。攻勢に出るか。よせなると、この状況で影分身は意味がない。所詮は烏合の衆。これでもう烏合の衆じゃねえ。今ここにあるのは忍び連合軍の術だ。てめえらはこの術でぶっ倒す。この世界は終わらせる。本部より連合軍に通達。おのおの、ここが勝負の時だ。事前に伝えた作戦を遂行し、十尾を追い込め。行くってばよ、みんな。ドドン。今こそお前の言う忍び連合軍の術だってばよ。これで終わりなどと勘違いしているわけではあるまいな。奴らに教えてやろう、絶望を。なんだ、あんな距離まで。ノビト、あの方向はここか。連合の頭を狙うか。まるでお前が考えそうな策だな。で、今からでは逃げきれない。どうする？やるべきことを最後までやるだけだ。家の一、戦場のみんなとつなげてくれ。みんな、聞いてくれ。これで連合の頭は潰した。まあ基本だな。で、次はどうする？続きだ。奴らに絶望を教える。丁寧にな。木炭差し木の術。なんて数だ。どうすりゃいいんだよ。やめニャの俺はもう西兄さん、ナルト、日向様はお前のためなら死ぬ。だからお前の命は一つじゃない。どうやら俺の命もその一つに入っていたようだ。なんでお前がこんなことで、どうして俺にそこまで。お前に天才だと言われたからだ。ネジ兄さん、おいネジ、しっかりしろ。おいネジおい、嘘だろ。仲間は殺させないんじゃなかったのか。これからこれが続く。お前の軽い言葉も理念も全て偽りになる。ナルト、この現実に何がある。現実にいる必要がどこにある。いい加減こっちへ来い。さっきネジ兄さんが言った、ナルト君の命は一つじゃないって意味、わかる。仲間は絶対殺させない、その言葉も信念も偽りじゃない。それを胸にちゃんとやってのけたの。ネジ兄さんはナルト君だけじゃない、皆がそうやってその言葉、思いと同じものを胸にお互いに命をつなぎ合ってる。だから仲間なの。その言葉と思いをみんなが諦め捨ててしまったら、ネジ兄さんがしたことも無駄になる。それこそ本当に仲間を殺すことになる。だから私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私もそれが人道だから。そうだったな、父ちゃんと母ちゃんだけじゃねえ。俺の命は一つじゃねえ。ひなだ、ありがとう。お前が俺の横にいてくれたおかげだ。もういい。見ててくれ。行くぞ、ひなた。あれはキュービチャクラ。ほう、ナルトのガキめ、キュービチャクラを渡すことができるのか。今さらそのようなことをやったところで。影分身の術。貴様は仲間の死から何も学ばない。幼稚な忍びに過ぎない。確かにネジは死んだけど、ネジは俺たちの中でつながり生きている。いいことを教えてやる。そのつながりが今の俺を作ったのだ。それは強い呪いであることを知っておけ。行くぞー。お前と違って俺は繋がってたもんを切りたかねえし、切られたくもねえんだよ。やはり貴様は幼稚だ。仲間の死の痛みをつながりとのたまうなら、仲間を守る必要もないはず。そういうこと言ってんじゃねえんだよ、へりくつバカ。仲間とのことならどんだけ痛くても我慢するっつってんだ。それを捨てたくねえって言ってんだ。わがままかもしんねえけど、ここに仲間がいねえのが一番痛えんだよ俺は。以上。でそれが何だというのだ。何、こうして俺たちを引きずり落としたことは褒めてやろう。よくやった。結局は何も変わらない。むしろ厄介なものになったかもしれんぞ。唯一つながっていた俺と十尾を切るからだ。抑えが効かんぞ。十尾を今度こそ消す。狙ってたようだな。それは俺も同じだ。だぞ、こっちを頼む。高橋先生。さあ、これからだぞ、楽しいの。